中で、で、この中で今言った中で、なんかまた3本選べるとみんな悩んじゃうから、今から悩んじゃうから、うんうん、なんかパッと思いつくやつで、これ良かったなっていうのはあります。D の。D のですよね、やっぱり D の。D のはパッと思い浮かぶ。まあ、パッとって言われたら確かに D の D のですね、やっぱり D のつけてますよね、うん、いや、僕はまあ、D のはもちろんなんですけど、もうパッとって言われたらこの3人だったけど、もちろんブルーインパルスです。飯塚さんはなんかね、一連のその飯塚ワールドになんかね、光が出たんよなと思って、うん、はい、もし僕らセレクトなんで、一応こうやる監督っていうのをこうね、まあ、ちょっとさっき見せてたりあれですけど、飯塚監督はシード枠なんですよ、もう。あ、シード枠。シード枠です。はい。なんで。PGA ゴルフツアーのシード枠みたいな。シード枠です。はい。はい。それもなんか、シードもいろいろあるじゃなくて、上の方のシードですよ、もう、いきなり決勝リーグから出るぐらいの、うん。はい。ですので。でも本当、ただ、それを除けば、やっぱり僕は声を残してかな。あー、なるほどね。うん、とにかく二十歳、大学生の監督が。うん、すごい希望を感じたよ、本当に。あんな。うん、いわゆるあれってアウターゾーンなんですよね。アウターゾーンだね、そうだね、うん、ああいうものもちゃんと取ってくれる。確かに荒いですし、脚本の展開も荒いし、うんうんうん、ちょっと、まあそう、まあ、ごめんね、監督申し訳ないけど、ちょっと頭通しすぎて、これもうちょっと整理できるよねって思う部分はたくさんあるんですけど、うんうん、でもやっぱりあれを取ってきた、あのトリックであれを取ってきたっていうのは本当にすごいと思うし、僕らこういうジャンルのものをやっていく中では、まあ彼がね、この後映像を続けることが多かったら、また彼の戦力だからだけど、うんうんうん、もう希望だと思いますね、うん、彼に対して。画面、あれです。エニグマ。エニグマ。エニグマね。エニグマ。エニグマみたいな作品はもっともっと増えてほしいよね、うんうん。なんかシチュエーションがもうワンシチュエーションじゃないですか。うん、場所もあそこだけ、うん、で、うん、で、特別凝ったことをしてるわけではないじゃないですか。うんうん、それでもやっぱ漂う薄く身の悪さ、うんうん、あれはもうね、やっぱり日本のホラーインディーズの人たちはどん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 見習ったチャレンジしてほしいような気はします。あの一時新民袋がテレビドラマになったことがあって、音楽、はいはいはい、あれ結構だからさ、エニグマっぽい雰囲気のやつが結構いくつかあったんだよね、うん、で、まあ、それとは違う路線もいくつもできたんだけど、うんうん、それをちょっとね、もうちょっと思い出した感じがあった。で、ほんとショートストーリーで、で、日本って実はショートストーリーの方がもともと強いのよ。いや、そうです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 、ほら、今昔物語とかそうなの、ほんとそこら辺からもすでに実は短いストーリーから成り立ってて、で、新袋は木原さんと中山さんがやった仕事はそれを思い出させる仕事だったんだと思うんだけど、うんうん、そうですね、そう、で、それをだから受けて我々はやれるはずだっていうふうに僕は思ってて、ちょっとまた木原さんが つながりがあるので、ちょっと一回来てほしいなって思ったんですけど、そうですね、ぜひ見ていただきたいですね、うん、でもやっぱり、ね、あれ実力なんですよね、エニグマとの実力で、うん、別に最初と最後で主人公の人と、うん、警官の立ち位置は変わってないんですよ、全く、うん、全く同じなのに意味が全然違うっていうのは、うんうん、あれは実力ですよ、うん、本当にすごかった。引いていくんだよね、必ず。そう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 。引いていくな、素晴らしいですよ、あれは。うんうん、なので、やっぱり近藤監督のね、実力がやっぱり見えましたし、近藤監督アマゾンプライム。あ、ジンガイラね。ジンガイラっていう。ジンガイラありますよ、ね。任侠と呪術っていうね。どうすんだって。ものすごいさっきジャンルムービーがあって、僕らの上映会でもやれたらいいなって僕は思ってるんですけど、あのね、すごい実力の監督だなと思ってますし、はい、ぜひまたですね、まあそんなとこでやっぱり本当これで9月から1月までのところもいい作品を上映させていただけて本当に良かったんですけど、まあ僕らね、どんなものでも一旦は見ますSF 特撮SF 特撮じゃなくても見ます。言い切っていただければいいんですよ、これは特撮だ、SF だ、ファンタジーだって言い切ってもらえばいい、ね、はい、誰の作品とは言わないですけど、稲作だけの映画をこれは特撮ですって言い切った安田さんっていう方がいますからねはい、はい、なので別にいいんですけれども、ただセレクトなので、やっぱり僕らが好きとか僕らがいいとか僕らが皆さんにお見せしたいって思うものを上映させていただいているので、
正直言うと、ツーカイツって言い方、まあ、生意気にするんですけど、まあ、めっちゃくちゃ高いし何でもやるってことではないっていうだけはご理解いただければ。そうそう、ちょっと補足をすると、うん、あの最近ね、私これ、まあ、これ、ああ、はい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 、これこれ SF 漫画傑作選、創元が出した創元のやつですね、うん、これすごい評判良くて、そうですね、まあ、で、まあ、そのラインナップ見れば分かるんだけど、手塚先生筆頭に松本零士さんから萩尾元さんから諸星大二郎さんからね、山田美音子さん、もう締めが星野さんですよ、うん、もうこれ完璧で、ある意味こういうアンソロジーになりたい、ね、塊としてですね、我々は、うん、ちゃんと傑作がちゃんと傑作として人に提示できるもの、うん、こうなってきたいなと思って、これね、セレクトがすごくて、また素晴らしい、うん、これ特にあの僕この中で、うん、僕多分一番好きな作品っていうのは水木若子の呪文、はい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 、まあ本当に伝説っていう後半もあるんですけど、うん、僕ね、多分ね、あれがなかったらこんなに SF 好きじゃないっていうぐらいの作品があるんですよ。あれが載ってるんで、やっぱセレクトすごいな、これって思ってますね、これは。柘植さんのネジ式は SF ですか？うん、ね、SF として捉える人もいる。うん、あ、なるほど。何なんですか、あれは。っていう、なんかある種ね、ジャンルを踏み越えちゃってる部分があるんで、うんうん、だから柘植さんだから芸術員会になっちゃうっていう、そういう、この間なっちゃったのに。芸術に関わる本人が一番驚いてたんですよ、ね、俺みたいなこと言ってたんですよ。なんかこのイベント、なんかあれですよね、月刊画廊みたいな感じ。うん、そう、あのそれはね、あのある、うん、僕は諸星マニア、星野マニアっていうのもあるんだけど、はい、これね、個人的に目としてはやっぱ星野さん、諸星さんのやつを短編映画にしたい。いつかこれ必ずやりたい。これどんどん光当たってねえねんと思うくらいだから。でもこれ、あの本当、あのSF 漫画とかお好きな方も見ていただきたいんですけど、これに出てる佐藤潮の金星、ね、佐藤潮さん、はい、うん、それから佐々木純子のリディアの住む時にと水木若葉のジュマっていうのは割と少女漫画系が入ってます。いや、そうで、少女漫画 SF のジャンルってあるでしょ、80年代の、それの中でも最高峰って言われてるもの、うん、まあ、あと萩尾元とかですけど、うん、まあ、入ってるので、萩尾元とか何入ってるの、萩尾元は遊び玉か、遊び玉、そう、うん、なので、うん、あの本当にこれ、あの当時の SF 漫画の最高峰が全部入ってるような感じですね、うん、すごい作品です、はい、そう、だからやっぱりこうなりたいなと思ってこれ取り寄せて読んだんだけど、ね、うん、やっぱその思いが本当に強くなりました、はい、そうですね、うん、さて、で、まあ今日が実は2月に収録してましてですね、3月の26日あ、26日ですね、次の上映会がありまして、うん、3月26日、ちょっと上映ラインナップだけちょっとお話ししていくと、はい、まずですね、別動捜査班ハンドキャノン来ますよ、来ました、来ますよ、80年代刑事ドラマの味が令和に蘇るんですよ、はい、あの、半田紗々ちゃん出てます、出てますね、紗々ちゃん出てます、あー、はい、ツイッターで見たの、ハンドキャノン、問題作ってことです、問題作ハンドキャノンは、でもあの八危ないデカとかね、ああいう刑事ドラマ好きな人にはぜひ一回見てほしいな、一回見てみてください、うん、あのいいですよ、うん、はい、という形です。それから、これが第1部なんですけど、はい、これはあのまあこれ東京初上映なので2回転、あ、2回転、午前午後の2回転やらせていただきます、はい、そしてこの日の、午後、の作品がまずですね、あの平成ウルトラシリーズの市野雄一監督の舞台を踊った最初で最後の「またねのキス」っていう、まあ、これがね、いやこれが、ね、当たり前だけど市野さんの実力が出ちゃったらすげえことなんじゃない、うんうん、これまたあの主役 の, あの女優さん、が若尾さんっておっしゃるんですけど、うん、本当に上手だし、うん、チャーミングなんですよね、うん、あのお芝居をあれ4本カメラ4本かなで撮られてるんですけれども、うん、ぜひこれあの足運んでいただきたいと思う作品です、はい、あのこれが上映できること本当僕嬉しい、舞台を撮影した、そうそうそう、舞台撮影芝居なの、なるほど、なんだよ、うん、でもあの本当に真っ当な SF、 ああ、うん、いいですね、うん、あのさすが伊藤さん、さすが、うん、どうです、あとやるのがですね、これまたですね、この実は次回実力高いとこ揃ってるんですよ、はい、でまずは小林俊俊さんの新作、ツイズテイルっていう春にふさわしい作品がきます。これがまたですね、前回の2作と全く雰囲気が違ってですね、はい、なかなか緩いものがきます、ね、緩いけどドSFです、これドSFです、
それからすごいあの服部仁太郎さんっていう監督のちょっと前の作品がペンシリンガーっていう作品が出るんですが、これは僕今回一押しです。ほう、いろんな作品でやっぱり撮影監督とかやってらっしゃる、はいはいはい、撮影のされてカメラ回してる方ですけど、はいはいはい、この映像の雰囲気とかカット割りとか編集の感じっていうのはやっぱりビジュアルですよね、うん、すごいですね、そういうことか、うん、っていう実力監督が揃って、そしてシードワーク飯塚隆史食事ライブオンナッシングっていうね飯塚隆史からの最新作が来ます、はい、タイトル聞いたけど何したいのか全然わかんない、全然わかんない、全く分かんない。もう一回タイトル言ってください。食事、ライブ、オン、ナッシング。何が言いたいんだよ。あ、リボンナッシングかな、わかんない。俺はまだよ。広告期待ですね。期待しますよ。ということで、次回はですね、今までとまたちょっと路線が違うっていうか、経路が違うんですけど、実力化の作品がすごくすごく多かったので、ね、はい、また楽しみにしたいです。で今ご紹介した9月から3月までの作品で、はい、またアワードの後半戦をやらせていただいて、はい、5月に発表するんですが、一応ゴールデンウィークでいいですかね、ゴールデンウィークですね、後半ぐらいかな、前半がうちの映画祭の、そうですね、はい、後半にはいアワードっていう、はい、なので、リュニオンが前半戦のアワード、うん、で後半戦のアワードを決めていくんですけれども、まあ、一応実は後半戦の上位作とかにリュニオンも入ってるんで、リュニオンが前半後半制するのかったですね。ああ、なるほどね。うん、後半にあれですよね、ブルーインパスが来て、まさか決勝戦になるのかって、ね。どうすんだって。いろんなことあるんですが、でここご覧いただいている皆さん、お待たせしました。大好評、15分かかって言われるアンケートをまたやります。はい。これ短くはなんないですかね。いや伝承したいと思います。はい。はい。ですので、ぜひですね、またちょうどこの配信のこの下のところに、アンケートのリンクのお伝えさせていただきますので、アンケートの方にもご協力いただければです。前、まあ、15分のなんとかね、10分ぐらいに終わるようにしたいなと。ただ、まあ、皆さんがどうやってこの作品を推したいのかっていう理由を伺いたいっていうところがあるので、これだからほら米国がアカデミー賞協会と同じですよ、ちゃんと投票してもらうっていう、ああそうですね、ね、でことですから、でやっぱり前回の第2位の怪獣のいる暮らしは、うん、あれ別に観客投票だとそんなに票が入ってなくて、うん、まあ、審査員ポテトだったんですけど、でも2位ですから、うんうん、まあ、今回も記事先が審査委員長なのでまたお願いしますので、なので皆さんが推薦していただいた作品が例えば賞、ね、うん、を取るっていう可能性があります。ありますね、はい、なのでぜひぜひいろんなまたお好きな作品とかご覧いただいてね、良、うん、かったと思う作品を投票していただければなと思いますので、はい、またあれですね、女優部門とか女優部門はね撤廃しようかと思ったんですよ。あ、そうなの？いやだってかというともう勝者見えてるんで。リーダーがね。だからもし今回もやって勝者になったら、まあ、名誉賞にして、まあ、殿堂入りにしていい、はい、それ以外っていうことにしたいと思います、うん、なんか俳優賞ぐらいに枠に枠賞ぐらいでもいいかもしれない、ね、あ一応前回女優賞って言いましたけど、あれ一応俳優賞、ああなるほど、はい、2位がカメロールさんだったんですけど、うん、大差ですカメロールさんが悪いわけです支持率があまりにも高いみんなね、騙されてる。面白すぎる、うん、大差ですって、本人の目の前で、ね、でもね、しょうがないよ、投票してる人の9割が投票してるんだよ、そうだ、誰もかなわないって、うん、あれはね、びっくりしたね、1年間出てんだぜよしみまりだよしろはい、スターは必要だからね。いや、すごいですよ、よしみちゃんは。ということで、はい、次回、もしよしみさんが1位だったときは、もう殿堂入りにして、はい、新しいスターを、はい、発掘してあげます。はい、もしくは、わざとあの選択肢によしみちゃんを入れないとかね。まあ、まあ、もうこれだ、はい、うん、まあ、そういうのはしないので。はい、まあ、アンケートもあると、ね、はい、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします、はい、またアンケートの結果ね、抽選でそのアワードの発表の時のご招待とか、あ、そうですね、前はこの T シャツ差し上げたんですけど、
はい、なんかちょっといろいろ考えていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。はい、では、ここまでとなりますが、最後に丸山さん一言。そうなの、あのさっきのこの SF 漫画傑作選の話もした通りで、あのやっぱり良質なアンソロジーを生み出すためにはやっぱり豊穣の海が必要なんですね。でそれはあの本当にさっきも話題出ましたけど、若いねクリエイターの方たちにしっかりとやっぱりあのつなげていきたいし、で僕らあの決してあの温故知新というふうに言ってますけども、開校趣味でも何でもなくって、やっぱりこれから俺たちどうすればいいんだ、これなんだないのこれじゃねっていうのをやっぱり誰かがやってくれるのを待つんじゃなくって、自分たちの手で生み出していこうっていうのがそもそもの趣旨だと思うんですよ。なのでこうやってあの、まあ、本当に 月齢でね、本当にレギュラーであのこうやって大会を開くことで、あのそれが本当に強力に持続をしていくのが一番大事かなというふうに、うん、あの思ってます。まさにあの手間も暇もかかる作業かもしれないんですけども、それこそがだからね、僕らの何て言うかな、本来の役割というか、うん、まあ、使命とは大げさかもしれないけど、それなんだと思うんですよ。なのであのこれ本当に皆様の応援なくしてはね、こういう理想論も下手くそもないので、あのこれからもますますあのまあ、温かい、あるいはまあ厳しいあのご支援、ちった激励もいただけたらというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。あの、作品を作りたいっていう欲求っていうのかな、うん、多分もちろん皆さんある、それいろんな人があってしかるべきで、で、今だと YouTube に公開するとか、はい、いろんな方法があるんですけど、YouTube に公開した先に、大きいスクリーンで見てみたいなとか劇場スペックで見てみたいなっていう人もいると思いますし、あのやっぱり僕は作品はやっぱり人に見られてなんぼだって、うん、まあ、それはカメロさんもおっしゃったことだと思います、うん、あのやっぱりそういう機会でありたいとは思うんですね、うん、なのであの確かにセレクトさせていただきますけれども、あのそれは別にあのなんだろう、厳しい意味で言ってるわけではないです、うん、あのあくまでいいところを見つけていいものは出そうっていうスタンスですから。バッカさん一元さんお断りだって言われてるのかな。いやいや、だからバッカさんでいきなりの時に一元お断りで、バッカさんでやってくれないから、とりあえず SF を通せばいいんじゃないかって。あの裏口入学枠じゃないんですよ、うちは。どの映画とか言いませんけどね。裏口入学枠になってますからね、うち。はい、バッカさん上昇からチャンスですよ、皆さん。チャンスですよ。チャンスですよ。はい。はい、ということですので、あのぜひあのこれからもね、あのいい作品をやっぱり見つけて届けていきたいと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。チャレンジを、はい、はい、カメラさん、これで締めでよろしいでしょうか。あ、そうですね、なんですかね、あのさっきね、あの自分たちで褒めていかなきゃって話してたじゃないですか。そういう意味で言うと、そのカメラね、他のイベントそんな詳しいわけじゃないんですけど、うん、どう思います、にあのこういう SF とか特撮とかこういうのに特化した、うん、あの映画のイベントで、うん、日本でここより上ってあるんですか。いや、あのうちが日本一で日本最下位です、うん、唯一無二だと思います。まじまじなって、うん、ってことは現状日本一ってこと。現状日本一です。現状日本一ですよ、うん、現状日本一です、はい、なのでここのイベントに持ってくる作品はと日本一のイベントで上映されるというふうに、うん、思っていただいても構わない。あとまあ言うと、あの観客の方が前が20人からそこなんですけど、あのカメロさんがあのここに来るお客さんはおかしいって前発言されたことがあるんですが、どうかしてる人たちが集まっています。あのもうスレッカーシっていうのはこの人たちの右側っていう人が集まってくるので、あ、見てる人ごめんね、でもあのその人たちがあのやっぱりですごいこう許容範囲が広い、だからどんな映画も受け入れてくれるし、やっぱりそのいいところをちゃんと見つけてくれるって本当にダイナミックなんで、だからあのぜひぜひあのチャレンジをしていただきたいな。雑談が広がりそうでやばいんだけど、うん、これで言うとやっぱね、さっきほら例えば竹宮恵子さんとか萩本さんとかそういうのに影響されたあの女性の皆様はぜひバッカスいらしてください本当に、はい、あの僕らが、ね、気がつかないことをたくさんやっぱり見ていただいてると思うんで、あの僕の友達たちはよく知ってるんですけど、僕はあの80年代少女 SF 漫画で育った人なんで、あ、まあ、みんな竹宮恵子の手洗いとかが悪いんで、萩本とかが悪いんですけど、うん、そうですね、なのであのまあでもそういうセンスの作品っていうのもちょいちょい関わるので、うん、ぜひぜひ来てほしいなと思っております、はい、名古屋に出張したじゃないですか。
ですか。はい、はい、しました。ってことは要は出張っていうかいろんなところに出ていくのもイベントとしては面白いってこと。面白いですね、はい、それやりね、たくさんやっぱりいろんなチャンスを掴んできたんですよね、うんうん、だから名古屋以外も出てきたり、うん、マックスをホームとしてもういろんな、ね、ところに攻めていくっていう。そうですね、うん、そうだから普段 SF とか特撮とかそういうのに触れてこなかった人たちのイベントとかにも、うん、その行ってね届けたいっていうのはありますよね。ありますね、うん、あと、まあ、もちろん東京で撮ってる作品、東京のインディーズの作品を持ってきたいっていうのもあるし、逆にその他の地域で撮られてる作品で、うん、あの上映機会をって思われる方が見えたら、うん、本当に遠慮なく行っていただきたいなと思いますね、うん、それ言うとさ、SF 大会とか行きたいよね、うん、SF 大会でもしたいかな。そう、したいか、うんうん、っていうのがあの僕の大野望ですね、うん、SF 大会、大会、 SF 大会、まあ、まあ、元祖 SF 大会に喧嘩を売ってるわけじゃないですよ。喧嘩だったんじゃないですか。でもほら、やっぱり時々映像作品、例えばほら、あのガメラ2とかね、あの、まあ、例えば漫画で言えばアキラとか、うん、あの大賞取ったりしてるわけじゃない、うん、あのそういうところにやっぱり我々のところからやっぱり出ていけるほどぐらいのレベルにまず行きたいなと思います、ね、うん、そうですよね。じゃあそういう目標のもとに、はい、元に野望のもとに、はい、野望のもとに、はい、はい、ですのでぜひぜひこのイベントが継続できるかどうかも、こういうアワードがやっぱり作ってる人の皆さんの、うん、あのこの励みになるし、やっぱりそれをそういうものがあるんだっていうのを皆さんに楽しみにしていただいて、あのどん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 このイベントを皆さんで育てていただければ ね、はい、いいと思いますので、ぜひまた、アンケートが長くても協力してください。今でまた雑談始まるから、はい、はい、ということで、あのもうこれ以上あのただあのおっさんと怪人があのただ1時間ダラダラ喋る感じになるのでこの辺で締めたいと思います、はい、はい、じゃあどうも皆さんありがとうございました。ぜひご協力の方よろしくお願いします。ありがとうございました。